はい、このチャンネルね、ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルですね、妖怪三国志クニトリオーズのプレイ動画、攻略動画をほぼほぼ毎日、昨日サボりましたね、更新しておりまして、よろしければね、チャンネル登録お願いします。昨日やんの忘れちゃったんだな、お楽しみがした、もったいないことした。おお、大当たりはまた明日になりました。今回はね、皆さんもぼちぼちね、ゲットしてきましたかね。ハグキさんじゃなくて、ハグキさんじゃなくて、ハッキさんね。七武将妖怪ハッキさんゲットをしていきたいと思います。ただなんかこの、仕様変更、すごいね、全然違うね。バトル開始とバトル開始20秒じゃ全然能力が違うけど、まあ、ドンマイって感じですかね。はい、そして、更新情報ありましたね。メンテナンスがありまして、妖怪大遠征の開催準備、1月20日15時から16時ということで、あと群馬新ガシャのね、開催準備ということで、まあ、妖怪ガシャの準備って書いてないので、剣豪ベニマルのガシャはね、もしかしたら、剣豪ベニマル強いよね、破壊力がすごい。このバケーラもね、ワルノリンじゃねえや、バタンキュー持ってない人はバケーラでいいんじゃないのっていうぐらいいい感じなんだけど、これのアップが来るんじゃねえのかなと、ね、妖怪大遠征でも活躍って書いてあるので、ちょっとそれをね、楽しみに待ってます。まあ、群馬新ガシャね、総飛さん、ここに載せないんだ、総飛さんのガシャ。多分ミスじゃないの、総飛さん、小生総飛さんね、やってると思うけど、これがね、切り替わるんじゃないんですかね。いや、切り替わんねえかな、どうなんだろう。はい、そんな感じですね。ちょっとごめんなさい。最初にちょっと10連ガシャだけやりましょうか。小生宗師さんね、討伐戦で活躍って書いてあって、別に妖怪大遠征で活躍って書いてないので、変わんのかな。さあ、じゃあ国取り国に行って運を落としてからやりましょうか。まあね、勝負師ゲット、もう10突だ。これも後編下しましょうね。はい、あとは、そうだ、10連しに来たんだ、ごめん。10連な、今回調整がまだ1体も来ない。そろそろね、来てほしいなと思いますけどね。こうね、何もなかった時の金は A ランクなんだよな。さあ、ただこの辺はね、全部コンヘンゲしたいかなと思ってます。よいしょ、マイルもね、かなり溜まっちゃって使ってねえんだよな。はい、じゃあ、そうだ、あとミッションで、ビンゴミッションがね、ウィークリーができたので、よいしょ。さあ、 S ランク闇キューブ来てほしいな。ビンゴミッションコンプリート。あれ、赤玉だ。おお、富士見御前来ました。富士見御前は超4突です。もう少しでマンスリーがね、揃いますね。今回ちょっと不気味案件がまだあと600体もあります。これはまあ、いつでも完走できるかな。これも日程ね、24日までなんで注意しましょう。で、討伐戦はね、大当たりメテオゴン2回見えたんだけど、ゲットまで至らなかったですね。討伐戦応援プレゼントがあって、今ね、なんかダメージアップになってますよね。なんで、ちょっと今回は大当たりは空泣きさんと大京ちゃんだけになるかな。ログインボーナスもね、相変わらずね、いい感じですね。まあ、小政府だがすごい溜まってきてる感じかな。あと皆さんね、忘れないように、このね、お宝探しね、公式サイトでのお宝探し、ね、宝珠もらえるので、忘れずにやりましょう。はい、そしたら、ハグキさん行きましょうか。ちょっと飛ばせん。討伐戦は今ね、44だね。今44だから、おお、武士を欲しいな。そして、極オロチの回で、私は頑張る予定ですね。48かな。はい、そしたらね、ハグキさん、修練は？シュカさん、レベル上がってきたね。修練行きましょう。
はい、ということでね、ハッキさんの修練、いやこれ大変だったね。いや何が大変って、うすら影300体とかね、プリチーで、まあ、これはワルノリに使ってりゃいいけど、これもちょっと大変だったな。そして一番大変だったのはこれだよね。あと2回残ってますね、召喚スキルでとどめ。じゃあこれやっちゃっていきましょう。イニシエの果実って何に使うんだろうな。ということでラストね、いきましょう。まあ結構ね、うすら影なんだっけ、技巧のこれが3体なんだよな。ちょっとよく見えないかもしれないけど、技巧の2がね、うすら影3体いましたね。はい、そしたらねやっちゃいましょう。まあ私ね、勇ましっぱのやつで弱い勇ましをつけつつやってます。あ、これじゃねえな。あ、エラーだ。なんだこれ。なんかエラーが出ちゃったけど大丈夫かな。ハグキさん行きましょう。ラストね。なんか損した気分。この一番上ね、一番上で国鳥じゃない、これでやっていってます。で群馬神はね、私早打ちがそこまで育ってないんですけど、総飛さんで、で前衛の妖怪もね全部後衛にして、オートを切って必殺を打てないようにして、そんでねやっちゃって、なるべく総飛さんに食わせるようにしています。これ倒せるかな。2体、2体倒してくれ、総飛さん。よいしょ、 OK、 4体倒しましたんで必殺技解禁。でもまあまあレベルも上がるんだよな。まあまあ経験値もらえましたね。これちゃんとね考えてやんないと、なんか普段過ごすようにしてたら全然揃わないんで、ちゃんと考えてやった方がいいですね。うん、で弱いとこでやるとこの景品があれなので、強いとこでねやった方がいいですね。これでいいと思います。であと私残りね、勝敗のこの一番上がまだねできてないんだけど、なんかね報酬すごいいいよね。この辺小生の証持ってるのか、小生超限界突破できるんだねこれね。ここは群馬神の方か。だから群馬神の超限界突破してる人がねこれで出てくるんだね。群馬神と小生妖怪ね。はい、というわけで歯茎さんの試練が達成です。はい、じゃあゲットしましょう。ハッキさんゲットしました。少しは見どころがありそうだ。このハッキが力を貸してやろう。ということでね、豪傑のハッキさんゲットです。真のね勇者ですかね。そして1回やると、1回目の試練をクリア、2周目の試練を開始しました。試練の証を回収しました。あ、こんなんあるんだ。試練をクリアしたから仲間になってくれるのかにゃん。残念だが違う。お前たちは無謀にも俺を剣にしようとしている。その心意気を買おう。少しだけ力を貸してやる。試練をすべて乗り越えたら俺真の力をお前に委ねる。それは頼もしいでウィッス。ところでお前たちはなぜ俺の力を欲する不動明みたいなこと言うな。お前を仲間にしないと俺っちの願いが叶わないにゃ。その願いとは。それはもちろんニャーケビーの。この時代にニャーケビーなんかないだろ。民を思う仁君、我が主君を思い出す。俺はもともと高貴な身でもない兵の一人に過ぎなかった。
聡明な主君が俺の力を見抜き、将軍への道を開いてくれたのだ。そして名将発揮が生まれたというわけ。なかなかドラマティック。さあ力を持つとその目は曇る。どうしちゃったのや。俺はまだお前を信用していない。本当に人君なのか、その目は曇ることがないのか、さらに過酷な試練を受けてもらう。そういうことなんだか。どこまで耐えられるかな。というわけで歯茎さんの試練が追加されましたね。まあ、これもねちゃんと考えてね、なんかダラダラやってたらダメでしたね。また5日間かかるんですね。これでやるとどうなの、歯茎さんが、歯茎のコンが来るんかという感じで10突。なるほどね、9個ってあるんでこれで10突しながら。また薄らかげかい。あ、今度は不思議になりましたね。群馬神を編成しないで100勝とかね。まあ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 、そんなのがあるようなんで、はい、まあ残りも頑張っていきましょう。英雄秘話、これが少しオープンになったけど、これがね3周目4周目ってあるんですね。そうしてどんどん強くなって、究極進化、これは詳細にね、入手方法5周目か。まあ本当、ただまあこのめんどくさい発揮の試練ね、なんか妖怪三国志らしくていいんじゃないのかなって思いますね。なんか自分にはこのめんどくささが合ってるかもしれません。なんかねこうコツコツやるのが嫌いではないっていうね。うわかっこいい、何このドアップ、あれ。ということで発揮さんゲットしました。勲功アップなんだ、へえ。じゃあこれもうあれだね、もうなんかボコボコとね、あの相手のところにあの発揮さんがね現れてきましたよね。そりゃそうだ、限界突破は専用コンじゃないとできない。そしてこれか、解放に専用の実が必要なんだな。なるほど、これは厄介ですね。これは気長に頑張れやっていうことなんですかね。まあこれね前他のね武将妖怪も、まあ、今はもう見えなくなってるけど、以前はね見えちゃってましたよね。だからもう今後の妖怪は全部、以前ちょっと私出した動画にもう見えちゃってたんですけど。なるほどね、あここで打ち止めですね。これ何、ちゃんこ鍋発揮、あーこれログインでもらえるやつだ。なるほどね。はい、というわけで歯茎さんなかなか鍛えるのが大変なんで、でもねいいんじゃないですかね、潜在能力高いんじゃないですかね。あれ、あとは何かあんのかな、おまけ、敵全体に非属性ダメージ、攻撃速度だ、まあ武士用みたいに非属性ダメージか。でバトル開始20秒敵全体の攻撃速度ダウン、これはでも討伐戦でも使えそうですね。妖怪が仲間になる確率アップ、いいじゃんこれ、みんなでね。今なんだっけ、そうイケメン犬育ってないからね、あれなんだけど、イケメン犬より育てられたらいいですね。火の妖怪なんだね、遅いということで守りも硬いのでいいんじゃないですかね。食べ物をちょっと見てみましょうか。なんでなかなかね、なかなか揃わないね。でもグレードこの5以降のやつはなんかいくつかドロップしてたんで、はい、またね、まあでものらりくらりやるかな、なんかな、大変だったな。はい、という感じでした。今回はね発揮さんゲットやっていきました。皆さんね揃いましたかね、今日ぐらいに揃えてる人結構多いんじゃないかな。うん、そしてコンヘンゲ
後編下ね、忘れずにやりましょう。私はね、特にないな。おう、これはあれだね、ごめんなさい。あとついでにオロチもちょっと召喚しちゃいます。オロチね、自分のね妖怪の中で一番オロチが一番強くなっちゃいましたね。いや、よかったな。ちょっとね、オロチディーコンなかったりして、あるあるある。結局フユニャン、小生フユニャンは抜かれちゃって、もう今小生のね、すごいよね。だから最高戦力とかもうヤシャエマ育ててる人たちとかがもうどんどん強くなっちゃってるからね、すごいですよね。もう防衛とかももう8万の時代になってきましたね、国取りのね。すごいな。まあもちろんね、あの道場を鍛えてるからっていうのもあるんだけどね。ジェットニャンがね10頭としてたんで、さあじゃあ仕上げに小生の証がまだ25個あるんで、はい、ということでね、小生オロチ周遊分かった、超7凸まで来ました。レベルがねちょっとマックスまでいっちゃってるんで、あれですね、もうすぐね小生ジバニャンと小生フユニャンね、超9凸ラストね、超10凸になります。で今ねポカポカを鍛えようということでね、絶おじいさんが今絶賛超7凸中ですかね。今度は絶おじいさんね鍛えたいと思います。あとそうだ、赤鬼もね、ラストの召喚ね、赤鬼もやりたいと思ってます。はい、じゃあ今回はこんな感じかな。はい、じゃあこんな感じです。飛ばせね、最後まで頑張っていきましょう。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そしたらなんか言いたいことがあったような気がしたけど、また明日お会いしましょう。さよなら、バイバイ。あ、そうだ、思い出した、メテオゴンが超限界突破できるんだった。まあいいや、また明日やりましょう。バイバイ。